こんにちは、東京ベチライフの夏希です。今日はとっても簡単に失敗なくできるスコーンの作り方をご紹介していきます。まずはスコーンを作るのに使うマーガリンを作っていきましょう。大豆を丸ごと使用した飲む大豆を小鍋に入れ、同量の無香精製ココナッツオイルを入れて、弱火にかけてココナッツオイルを完全に溶かします。完全に溶けたら電動泡立て器やブレンダーなどで混ぜ合わせてしっかりと乳化させます。シリコン型などに入れてマーガリンとしてパンなどに塗る場合は冷蔵庫で冷やし固めますが、今回のスコーン作りには冷凍庫に入れて冷やし固めます。薄力粉 100g に甜菜糖大さじ1と1/2、ベーキングパウダー小さじ1/2、塩少々を加えてよく混ぜ合わせます。冷凍して固めておいたマーガリン 25g を取り出し、包丁で細かく切ってみます。この材料に加えてフォークなどを使ってマーガリンの粒を潰しながら混ぜ合わせます。飲む大豆 1/4 カップを加えて混ぜ合わせます。まとまってきたら打ち粉をしたシートの上に乗せて3センチ程度の厚さの半月型に成形します。あまり触りすぎるとマーガリンが溶けてしまうので注意しましょう。3等分してベーキングシートの上に乗せてオーブンを200度に予熱する間冷蔵庫で冷やしておきます。予熱ができたら飲む大豆を表面に塗って200度で13分焼き上げれば完成。外はカリッと中はふっくらした仕上がりです。熱々はもちろん冷やしても美味しくいただけますよ。アレンジのアイディアを一つ、粉の材料に小さじ1の抹茶を加えて、同じようにマーガリンを加えて混ぜ合わせたら、飲む大豆と一緒にホワイトチョコを刻んだものを加えて混ぜ合わせて同じように成形して焼き上げます。私は手作りしたビーガンのホワイトチョコレートを使っていますが、ホワイトチョコが手に入らない場合は普通のチョコレートを使ってください。抹茶の香りとチョコレートは間違いない組み合わせ。いかがだったでしょうか。今日は失敗なくとっても簡単にできるスコーンの作り方をご紹介しました。今日ご紹介したプレーンと抹茶のチョコチップ入りの他に、ブルーベリーやクランベリーなどのフルーツを足したり、カカオパウダーでチョコレート味にしたり、今旬のかぼちゃのピューレを足したり、思い思いのアレンジで楽しんでみてください。今日もご視聴ありがとうございました。それでは、See you next time!